1976年、ドラマ「俺たちの朝」で一躍ブレイクし、「太陽にほえろ」で人気女優の地位を確立された長谷直美さん。その後も数多くのドラマ、映画で活躍しましたが、人気絶頂で引退され、結婚。フランスに渡り専業主婦として暮らしていたのですが、現在はどうされているのでしょうか。実は闘病生活を送っていたようです。今回はそんな長谷直美さんについて経歴とともにご紹介していきます。長谷直美さんは1956年5月15日生まれ、東京都大田区出身の女優です。17歳でミスゲイルフランスコンテスト入賞をきっかけに芸能界入りし、1974年にシングル「私は天使じゃない」でレコードデビュー。同年「四季の家」で女優デビューも果たしました。「俺たちの朝」でのアクティブなヒロイン役で注目され、多数のドラマや時代劇、バラエティ番組に出演。1994年にはヘアヌード写真集「本能インスティンクト」を発表し、同年幼馴染の男性と結婚。翌年に長女を出産して芸能界を引退し、フランスで生活していました。フランス・パリで新たな生活をスタートさせた長谷さん。しかし夫や娘はフランス語が堪能なのに、自分はフランス語を話せるようにならない寂しさから次第に孤独に陥っていきました。また芸能界引退後、自分を表現する場がなくなったことから落ち込んでしまうなど、小さなことが積み重なり、ついにフランスでの専業主婦生活から離れることを決意。15年間の結婚生活の末、2010年に離婚されます。ちなみに娘さんは父親と暮らすことを選択し、パリに残りました。夫はその後パリ大学で医学を学んだということで、現在は立派な医者になっているのでしょう。しかし15年間専業主婦をしていた長谷さんは、すぐに仕事を再開することに不安を感じ、日本には戻らず、まずはイギリスで演技の勉強をし直すことにしました。最初の1年は言葉の壁を乗り越えるために英語を勉強し、その後ロンドン大学ギルドホール演劇部門に入学。ここでアドバンスクラスという経験者向けのクラスに入り、即興劇やシェイクスピアなどの古典の暗記など厳しいレッスンを重ね、最終的にはレベル10段階の国家資格に8点で合格するという優秀な成績を収めたのでした。ちなみにイギリスではテレビでニコニコしているだけならレベル4、大舞台などに立つならレベル9以上であることがオーディションに受かる条件として決まっているそうです。共同生活も経験。その後2012年に帰国すると、しばらくの間神奈川県藤沢市の姉の家に月5万円で居候していたのですが、プロモーションのために毎日のように東京に通わなければならず、月7、8万円もかかっていたことから、東京台東区蔵前に安いシェアハウスを見つけ、電気代込み月5万8000円で住むことに。実はこの家探しと引っ越しの様子は密着取材され、2012年11月にバラエティ番組「爆報」「ザ・フライデー」で放送されたのですが、番組ではホームレス女優と呼ばれるなど、自身の境遇が笑いのネタとなり、これが芸能界復帰の足がかりとなりました。ちなみにシェアハウスでの若い女性たちとの共同生活はとても楽しかったそうです。がんで闘病生活を送っていたそんな長谷さんは、同年10月「ハローダーリン」から二人っきりの解けないバランスで帰国後初の舞台出演を果たします。そして2013年1月バラエティ番組「爆報」に出演されていますが、なんと番組中に大腸がんの申告を受ける様子が放送されるのです。というのも、長谷さんは番組内の企画である人間ドックを受けたところ、ペット検査、検査薬を投与してがん細胞に目印をつける検査で高い腫瘍マーカーと S 状結腸の異常が発見されたのです。実はこの時長谷さんはまだ自覚症状が全くなかったため、がんの可能性があると診断されてからもしばらくはピンとこなかったそうですが、
すぐに紹介された順天堂大学医学部附属病院を訪れ、 CT、MRI、レントゲン、血液検査、細胞診を行うと、1週間後、検査結果を聞きに再び病院へ。表面には出ていないが、中を見ないとわからないので、とりあえず切りましょう、と医師に言われ、手術前に内視鏡検査を受けることに。すると、大腸に3センチの腫瘍が見つかり、大腸がんと断定されたのでした。しかし、幸いにも早期、ステージ0からステージ1の発見であったため、切除手術は無事終了し、順調に回復、術後の経過も良好だといいます。そして2013年、警視庁南平繁華町でカムバックし、22年ぶりのテレビドラマ出演を果たしました。同年11月、12月にはロックバンド、将軍とコラボし、長谷直美将軍としてライブツアーを敢行するなど順調に活動を続けています。長谷さんと将軍は1979年のテレビドラマ「俺たちは天使だ」で将軍が主題歌を担当して以来の中で、長谷さんがフランスに住んでいた頃は連絡が途絶えていたものの、帰国後、長谷さんがリーダーの吉野藤丸さんのフェイスブックを見つけて友達申請し、再び連絡を取り合うようになったそうです。いかがでしたでしょうか。がんという大病を乗り越え、芸能界復帰を果たした長谷直美さん。近年も2019年に映画「東京24」に出演されるなど順調に活動されているようです。今後の活躍も非常に楽しみですね。応援しています。